う本当に試合するのがすごい大好きですごい楽しみで、もしかしたらまた走って花道が出てきちゃうかもしれない。でもライジンのスタッフからすごいこの間、まあ、怒られたじゃなくて、あのもう少し時間かけて花道を出てくださいとは言われました。あの真珠に唯一黒星を叩きつけた女、チェルシー・ラグラス。格闘シンデレラの前に今宵も酔いましょう。真珠野沢ホークライヤーです。負けたらどうすんのとか、血が出たらどうすんのとかすごい言われて、ちょっと試合の前です全然考えたくないです。でもまあお母さんなので言われました。ではまるでお気に入り